皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はデジモンサバイブのファミ通紹介をしていきたいと思います。新キャラクタートーグモカイト&ドラクモン、内に秘めた凶暴性が異世界で強くなります。異世界に迷い込んだ主人公桃束拓馬がそこで出会ったデジモンたちと生き残りをかけた冒険に出る本作は、タクマたちと共に異世界に迷い込むトーグモカイトとそのパートナーのドラクモンを紹介します。彼の内に秘めた凶暴性が異世界の冒険で露見していきます。ではその例の2人を紹介します。トーグモカイト、キャラクターボイスは高梨健吾さんです。喧嘩っ早いところもありますが、義理堅い性格で他人に頼ることを嫌うため単独行動をすることもあります。続きましてドラクモン、キャラクターボイスは根本浩太さんです。いたずら好きで怖いもの知らずのデジモンで、暴走したカイトに冷静になるようなだめたりします。意外と見かけによりませんね。禁足地である神社を訪れた妹を止めるために異世界を冒険するカイトは、異世界に迷い込んだことで妹を守るという思いがより一層強まり、凶暴性となって周囲を傷つけることになります。まあそんな感じで今回はこの辺でデジモンサバイブのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。